2018年の10月18日、PC 版は19日になりますが、そちらで発売されるソウルキャリバー6のプロデューサーを務めております大久保と申します。本日はですね、いろいろと皆さんにソウルキャリバー6のバトルのですね部分のご紹介をしたくてですね、豪華なゲストもお迎えして、皆さんにいろいろとお話しできればなというふうに思っております。まず最初に、こちら解説陣の紹介をさせてください。はい、ではバンダイナムコスタジオの方で今回ソウルキャリバー6のディレクターを務めております高橋義則です。今回まあバトルの部分というところに関してもディレクションとしては入っていまして、キャラクターのコンセプト、バトルのシステムのところに関しても含めてこの大阪さんと一緒に二人三脚で進めています。ソウルキャリバー6のバトルディレクターを務めています大阪です。よろしくお願いします。今日はバトルの部分について今まで説明してこなかった深い部分についても皆さんにお答えできればと思っていますので、とても楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、このようにバトル の開発陣のですね交えて、非常に深いいろんな解説ができればなというふうに思ってるんですけれども、前の解説陣の後ろにいる、捜査員ですかね、捜査員として、皆さんから見て右側がデコポン、2012年のソウルキャリバー5時代ですかね、エボのチャンピオンデコポンと、左側がまあ、ソウルキャリバー界では知ってる人が知っているマスクド KT、彼は一切喋れませんので、開発中はよく喋ってるよね。はいそれでも指導台にしませんね。さすがですね、マスクド KT、それからですね、今日フランスから、かやねさん、プロプレイヤーとしてのかやねさんをゲストインタビュアーとしてお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、みんな。かやねです。I'm very happy to be here. I'm a French fighting games professional player for Soul Calibur. And I play the game since I was 7 years old. And I compete in tournament since I was 9 years old. はい、今回のですね、この動画なんですけれども、Soul Calibur 6のより深いバトルの部分をいろいろとお話をしたくて、で私の方が一度ホームページの方で英語になってしまうんですが、バトルの部分の解説をポストしてます、URL がこの辺に出るかな、きっとこの辺に出ると思うんですけど、そちらの方をご覧いただいた上で見るか、まあ、こちらの動画を見た後そちらの URL を見ていただくとより深く内容が理解できると思います。でさらにですね、今回かやねさんをお呼びしたのは、まあ、彼女非常にソウルキャリバー6いろいろとサポートしてくれてるんですけれども、彼女の SNS 上とかでですね、まあ、ただ我々がいろいろ今回導入したシステムについて彼女なりに時には厳しい意見もですね投げかけてくれたりしています。そういう意味では彼女は非常に今現時点でのソウルキャリバー6のトッププレイヤーであると同時に、まあ、そういったいろいろな彼女なりの意見というところも踏まえた上でいろいろと解説が今日できればなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。それではいろいろとですねバトルのことをお話し差し上げたいんですが、まず最初に全くソウルキャリバー知らない人たちも中にはいると思いますので、最初に本当に軽くですね、実演という形でね、はい、ソウルキャリバーのバトルとは何ぞやというところをお話しできればと思いますので、ちょっとだけそちらの方お付き合いください。それではですね、ソウルキャリバーのバトルの基本要素っていうんですかね、はい、そちらの解説をですね実際にちょっと模造刀を使ってですね、解説をしていきたいと思います。ソウルキャリバー、剣を使った、まあ、武器を使ったゲームですけれども、基本的には縦斬りをいかにして当てるか、縦斬りは威力が強いので、例えばこういう技に対しては相手が空中に浮いたりしてさらに攻撃できたりしますよね。そうですね、はい、ですのでこの縦斬りをいかに当てるかというところなんですが、3D の格闘ゲームとして横移動ができます、はい、ですので、縦斬りに対してはこういうふうに横に回り込まれてしまって逆に自分の縦斬りを当てることができますね。はい、という形になります。ですので縦斬りばかりをやっていると相手が横に回り込んで逆に攻撃を食らってしまうと。でそれに対して僕としては、じゃあ横斬りを今度出していきます。そうすると横に避けてもこのように食らってしまうという形になりますね。ですのでこういうことを考えながらソウルキャリバーのバトルっていうのを、はい、進めていただければなというふうに思います。そうですね、はい、はい、
はい、それでは今ですねソウルキャリバーのバトルの基本の部分をですねゲーム画面を使ってもう少し説明したいと思います。大阪君お願いします。はい、今大久保さんと僕で説明した内容をちょっとおさらいすることになるんですけれども、ソウルキャリバーには攻撃のボタンとして A、B、K という3つのボタンがあって、そのうち特徴的なのがこのゲームは武器を使って戦うゲームですので、自分のキャラクターが持っている武器を振り回す A ボタンと B ボタン、この2つが基本になるんですね。でその中でも相手に一番当てたい攻撃っていうのは実は B ボタンなんですね。 B ボタンを押すと縦斬りというのが出て、これが大ダメージの攻撃になっているので、基本的には縦斬りを上手に当てた人が勝つというゲームになっています。例えばちょっと縦斬りをじゃあ出してみてください。画面の方こういう思いっきりダメージの大きな振り下ろし攻撃であったり、相手を空中に浮かせるような攻撃っていうのは縦斬りに属していて、これらを当てることによってダメージを当てて敵に勝つというのがソウルキャリバーの基本中の基本なんですね。縦斬りっていうのは非常にダメージの大きな攻撃なんですけれども、そればっかり打っていればいいというわけではなくて、このゲームには8ウェイランといって自由自在に移動して間合いを変えたり相手の攻撃を避けたりすることができるアクションがあります。そうすると縦斬りというのは避けられてしまうんですね。じゃあ画面の方でも見てみましょう。縦斬りを出してくるようなプレイヤーに対して、動いていればこうやって画面の手前や奥に移動することによって縦斬りというのは空振りしてしまうんですね。で空振りした隙は無防備なので自分の縦斬りを当てることができる。したがっていつ縦斬りを出してそれをいつ回避するかというような駆け引きがソウルキャリバーには存在しているということになりますね。じゃあ歩いてばっかりでいつまで経っても攻撃が当たらないよって思うかもしれませんが、そういう場合に A ボタン横斬りというものが存在していて、これは水平方向に払う攻撃なので移動する相手に当てるのに適しています。画面の方でも見てみましょう。歩いているキャラクターがいたらそれを横斬り水平に払う攻撃で移動を止めることができる。ただし横斬りというのは縦斬りに比べるとダメージが低い傾向にありますので、横斬りだけで最後まで相手を倒し切ることは難しい。縦斬りと横斬りと8ウェイランのバランスがこのゲームでは非常に重要になるんですね。ソウルキャリバー6で今日いろいろ解説したいのは、主にソウルキャリバー6で入れたいろんなですねバトルシステムについて解説をしていきたいと思います。今日主に話すのが今画面に出ているこの4点ですね。リバーサルエッジ、クリティカルエッジ、ソウルチャージ、リーサルヒット。基本的には初めて遊ぶお客様から上級者向けにこの技が並んでいるっていうような流れになります。早速なんですけれども、リバーサルエッジについてですね、これかなり、入門者というかですね、初めてソウルキャリバーを遊ぶ方に向けに入れたものなんですけれども、当然そういう新しいものに対していろんな意見があるだろうなというふうに思って、作り込んできています。で、その辺今日はですね、いい機会なのでリバーサルエッジは単純なじゃんけんじゃないですよっていうようなところをですね、解説陣の方からですねいろいろと話ができればなというふうに思っています。それでですね、先ほどお見せした URL こちらの方で実はいろんな質問を今回募集しました。バトルについてのですね、でその質問について深く掘り下げていきたいと思っているんですけれども、こちらで取り上げさせていただく質問が一番最初がリバーサルエッジ、こちらのリバーサルエッジの詳細について教えてほしいという質問があったので、今画面にですね基本的なルールっていうのを出しているんですけれども、こちらについて早速解説をお願いいたします。はい、了解しました。じゃあリバーサルエッジについてまずその概要からご説明したいと思います。リバーサルエッジは一言で言うと相手の攻撃を何でも受け流してその後反撃する、そしてその後に始まる3組の演出でお互いの選択肢を読み合ってこれに勝利することが今回のソウルキャリバー6の鍵になるといういわば根幹システムなんですね。リバーサルエッジの操作をした時にキャラクターがどういう動きをするのかをまず画面でお見せしたいと思います。まずこの左側にいるキャラクターグローがですね、リバーサルエッジ
B プラス G、 B ボタンとガードボタン同時押し、あるいはパッドで言うと R1 ボタンを押した時にこのようなアクションを取ります。これがまず相手の攻撃を受け流す構えを取って、その後自動的に反撃の縦切りを繰り出しているというアクションになります。じゃあ実際に相手の攻撃を受け流してみましょう。じゃあお願いします。相手に攻撃されてくるなと思ったらリバーサルエッジを長押ししてさばき反撃してください。その後はこういう3すくみの駆け引きが入って勝負が決まります。リバーサルエッジは敵に攻め込まれそうだと思った時にはぜひ使ってほしい新システムです。というのは、僕と大久保さんが先ほどソウルキャリバーの基本というのを説明しましたが、縦切りは8を選んで避けて反撃しろっていうふうに言いましたけれども、これはビギナーの皆さんにはなかなか難しいところもありました。で、リバーサルエッジは相手が出してくる攻撃が縦切りでも横切りでも関係なくさばいて反撃することができるので、相手が攻めてきそうだと直感したらすぐに使えるバトルシステムになっているんです。そうですね、格闘ゲームってやっぱり始めた人がすごく辛いのは相手の攻撃何が来るのか分からなくていいし、しかもいっぱい攻め込まれてしまったらもう一方的にやられてしまって読み合いに参加できないっていうところがすごく辛い、楽しくないって思ってる人がやっぱりこう格闘ゲームやめちゃうことがあるんですけれども、まあ、そういう人こそ今だったら攻撃来そうだと思った瞬間にリバーサルエッジを押して切り返すみたいな形で読み合いに参加できるようになりますので、本当にこれまで格闘ゲームがそういったところ嫌いだったとか苦手だった人こそリバーサルエッジを積極的に使っていってほしいです。リバーサルエッジは、まあ、先ほど縦切りも横切りもさばくことができるよっていうふうに言いましたけれども、格闘ゲームでよくある上段攻撃、中段攻撃、下段攻撃っていう攻撃の属性がありますよね。で、これを学習しないとガードすることができないっていうのが今までの格闘ゲームの、まあ、面白いところなんですけれども難しいところでもありました。で、リバーサルエッジは上中下関係なくさばくことができるので、技を丸暗記しなくてもゲームを始めることができる、これが一番のポイントだと思ってます。リバーサルエッジで相手の攻撃を受け流してその後自動的に出る反撃、これがヒットすると今回の新しい駆け引きが始まるように設計しています。その新しい駆け引きは実は先ほど僕と大久保さんが説明したソウルキャリバーの原則を再現するようなものになっているんですね。リバーサルエッジで専用駆け引きに入った時はお互いのキャラクターが攻撃ボタン A、B、K のどれかを押して技を同時に繰り出し合う形になっているんですが、大体のキャラクターはやはり B、縦切りで出す攻撃っていうのが大ダメージにつながるようにできています。ちょっとこれゲーム画面の方でも見ていきたいと思いますが、お互いのクラッシュの後に攻撃を繰り出し B ボタンからはコンボが決まったりして大ダメージが入ります。 A、B、K のうち B に対応する攻撃、相手が B を出してきそうだというふうに思った時に出す攻撃は今回の場合は K です。K というボタンを押すと相手の攻撃を横に避けてからワンセットでそのまま反撃するというアクションが出るようにしてみました。これもゲーム画面でちょっと見てみましょう。相手キャラクターが B を出してくると思ったら K でかわしてこのように反撃することができる。で、一方で相手が K を出してくると思ったら自分は A、横切りを出すと潰すことができる。これは三つ剣が横にかわそうとするグローを横切りで潰したというシーンになりますね。そして最後に相手が A を出してくると思ったら自分は B を出せばいいという形になっているんですね。 B は大ダメージですので K を出すと見せかけて A を出させて B で勝つというような駆け引きが発生します。三つ剣はこのようにクリティカルエッジまで入ってしまうんですね。ただしキャラクターによって全て B が大ダメージになっているというわけではなくて、少しキャラクターごとの個性で違っている部分もあります。今画面でお見せしているグローの場合は実は K が一番の大ダメージで、相手に B を出させることによってそのままコンボに行くことができる。
三剣は自分の技の性質のことを考えると B を当てたいはずですが、相手がグローなので K を出してくるだろう、ではどうすればいいかという部分で駆け引きは深まっていくので、このあたりはぜひプレイヤーの皆さんに自分のキャラクターについて研究して、その後相手がよく使ってくるキャラクターについても研究して深めていっていただければと思っています。そしてヒットさせた時のリング内での状況などによっても実は駆け引きのリターンが変わってくるというのも注目してほしいポイントです。この画面のような状況でリバーサルエッジが発生したとすると、実はちょっと様子が違います。三剣は A をヒットさせることによってリングアウトが可能になる、つまりリングの中央で戦っている時とリングの端で戦っている時でリバーサルエッジで当てたい攻撃が変化する。このあたりもぜひ注目してプレイヤーの皆さんには楽しんでほしいと思っています。落ちてしまったまあ、キャラクターによっていろんな個性があるんですけれども、ただ本当にどのキャラクターであっても A は K の移動を止めるで、まあ、K は B を横切りでかわして攻撃する、で B は相手の A を潰して攻撃を当てられるといった基本的な駆け引きに関しては必ず守られています。なので、まあ、最初はそんなに深く考えないで気軽にもうじゃんけんするぐらいのつもりで遊んでいって、やった勝った負けたっていうところを楽しんでいってもらえたらいいかなというふうに思っています。 So these are the reverse wedge、yeah. basic rules that we wanted to explain、do you have any comments or questions up until nowI didn't use reversal edge at first when I was playing the game. Like, we were thinking it's just paper, rock, scissors, so what's really the point of it? But the more I play against American players that use that a lot, I thought it's really deeper than that, because it's not only challenging your opponent's mind, it's really about knowing what the characters can do.With their A, B, or K possibilities and the damage that are behind that. So it's also reading your opponent, but it's also reading what is the best character choice. So I think it's a really deep mechanic that has to be studied by any Soul Calibur player. So you mostly talk about the A, B, or K solutions.But there is also other options, which is the movement, like backstep and going up or down. But we don't see many players using that. And I would like to know where is the advantage of doing movements when you're in reversal edge? そうですね。ご質問いただいたリバーサルエッジって単なるじゃんけんだと最初は思っていたけれども、別のアクションもできるじゃないか。で、それは一体どういう意味を持っているのか?っていうことなんですけれども、まあ、これについて少し説明をさせていただければと思います。このリバーサルエッジの専用駆け引きの中でできる攻撃以外のアクションには大きく分けるとガードと移動の2つがあります。まず最初にガードについて説明したいと思うんですが、これは簡単に言うとカードゲームでいうパスだと思ってください。あえて自分が今勝負をしたくない時、専用駆け引きから脱出したいときにこのガードというのを使うというふうに考えていただければ大丈夫だと思います。ゲーム画面でちょっと見てみましょうか。お互いにリバーサルエッジに入ったときにグローは大ダメージの攻撃である K というものを持っているので、三剣は本当は B を当てに行きたいんですけれども、あえてここは一回パスをしてグローが何を選択するのか見てみよう、そういう場合に出してくるわけですね。三剣はガードをしていてグローは K を出してきている、こういう状況になります。より深く研究していただくとだんだん明らかになってくるんですが、リバーサルエッジから出る A、B、K それぞれの技は相手にガードさせるとさらに攻め込むことができる、そういうキャラクターもいれば大ダメージの代わりにガードされると隙ができてしまう、そういうキャラクターも実はいるんですね。相手にじゃんけんをすると見せかけて一回パスをするというのが駆け引きとして実は上級者の間では出てくるのではないかと我々は考えています。 So if I'm the person that launched the reversal age
what is my real interest if I know that my opponent doesn't want to participate and just guard? リバーサルエッジを、まあ、そもそも相手にヒットさせるとソウルゲージがたまる。で、これはこの後に説明しますが、クリティカルエッジという大技を出したり、ソウルチャージという、新しいアクションを使って試合を変化させることができるリソースを得ることができますね。で、その駆け引きに持ち込んでおいて、例えば相手がガードをしてそこから抜け出そうと逃げようとする、そういう場合に出すべき攻撃は何かというと、実はこれが B になるんです。リバーサルエッジの3つの攻撃の中で特に B に関してはガード耐久値、ガードスタミナですね、それを大きく減らすという性質を持たせておきました。というのはリバーサルエッジの専用駆け引きの中には下段攻撃が存在しないので、ガードを打ち破るための仕組みとして B を出したくなるような仕掛けをここに入れてあるわけです。このゲームはガードばかりするプレイヤーがあまり得をしないように、というのはプレイヤーにはなるべく積極的に攻撃を繰り出してほしいという思想で作られていますので、ガード耐久値というものが実は存在していて、ガードばかりしているとガードクラッシュというのが発生してしまって相手にコンボを決められてしまうんですね。今回はリバーサルエッジの駆け引きの中にこのガードクラッシュを取り入れまして、 B をガードしているとクラッシュして敵のコンボを食らってしまうというのがリスクになるようにしています。ちょうど今画面で何回か出てるやつですね、はい、この画面ですね、はい、これがガードクラッシュですよね。相手の A や K を読んだ時にはガードするというのも非常に重要な選択肢ではあるんですが、その方向に相手を仕向けておいて B をガードさせる、こういった駆け引きも上級者の間ではきっと発生するんじゃないかと思います。 So what is the point, the advantage to evade, to use backstep or to the side step? Because we are not talking about that that much. 攻撃とガード以外のアクションとしては前に進む、でそして横にかわす、それからバックステップする、この3種類が用意されています。それを実際にまず画面でお見せしましょう。まず最初は前進ですね。これは相手の A を避けることができます。そして A を避けるとそのままコンボが決まります。相手をくぐるんですね、はい、かっこいいですよね、これね。相手の攻撃は上段の横切りなのでそれをかわしてコンボを決めることができる。次は横にかわす動きです。相手が B を出してきたときに手前や奥に方向キーを入力すると移動が出て、相手を縦切りをかわして自分の好きなコンボを決めることができる。最後はバックステップです。これは K をかわすことができます。 K はリーチが短いのでバックステップを選べばかわすことができるという仕組みになっています。これらの3つのアクションは正しく相手の攻撃を読まないとかわすことができません。前に進む前進は A はかわすことができますが B と K は食らってしまう。他のアクションも同様です。正解以外の攻撃は食らってしまう、ハイリスクハイリターンなアクションになっていると考えています。相手の攻撃を完全に読み切ることができたら大ダメージが取れる、はい、ね、その通りです。でただそれ以外は全部負けてしまうと、はい、いうことになりますね。I think I understood most of that. So for example, with my character Zhongfa, the A option is not really good because it doesn't combo. So it means that if I choose the right movement, then I can get a free combo after that. And so it's a better choice than doing A. あと移動を使うことによって、まあ、成功したキャラクターは自由な選択をすることができるので、例えばリング端にいる状況とかっていうのは普段は本当は狙いないようなリングアウトを狙うことができるようになったりもします。ちょっと試しに画像の方でやってみてもらったりできますね。It's going very deep. It's not only about guessing the players of the characters' best choice. It's also the stage, the environment. If there's a wall, if there's a ring out near.It's so many things, conditions to take in consideration.
So it's really deeper than I thought, actually. Yeah, it's funny because players think it's so slow, it breaks the game. And now that I'm seeing all that, I'm like, it's not enough time to think about all the possibilities. リバーサルエッジがヒットした後、最大で1秒間相手の選択肢を考える時間ができるようにしました。この1秒間というのが上級者の裏をかくにはどうすればいいのか。いや、しかしここは単純に俺は B を当てたいから B を出すんだ。そういうプレイヤーのいろんな個性が出てくる1秒間になると思いますね。 We have a second question of reverse race, so let me go into the second question from the users. Has Just God from Soul Calibur 5 been replaced by Reversal Edge?Could you tell us? 実際のところ、ジャストガードとリバーサルエッジはデザインする時の思想、考え方が全く違っているので、単純な置き換えではないというのが一つの答えになります。ジャストガードというのはソウルキャリバー5のお話ですけれども、いわばガードの強いものだったんですね。つまり中段攻撃は立ちジャストガードする。下段攻撃はしゃがみジャストガードする。上級者が行うもっと強いガードっていうのがジャストガードなんですね。しかしリバーサルエッジは全く違います。上段も中段も下段も投げ技も相手の攻撃が来ると思ったら何でも返せる。これがリバーサルエッジの最大のポイントなので単純な置き換えではないんですね。そうですね、思想に関してもすごく違っていて、ソルキバー5のジャストガードっていうのは上手いプレイヤーがかっこよく見えるっていうシステムだったんですね。なんですけれども今回のリバーサルエッジっていうのはまず誰でも使える、 R1 ボタンを押しただけでも使えるで、まあ、下手なプレイヤー、初めて触ったプレイヤーでも連続でこうさばき切ってっていうところがかっこよく見えるっていうところなので、まあ、ジャストガードは上手いプレイヤー向けで、リバーサルエッジは本当に初心者から上級者まで使えるってところで、かなりその思想面最初から違っています。 OK, so Just God and Reversal Edge is designed fromTotally different philosophy. Let me get to the next question. Do the reversal edge from all characters have similar or same startup? So I think this is more like a character personality things, how we design. Could you please explain? それではキャラクターを変更して実際に例をお見せしながらこの質問に答えていきたいと思います。この質問にまずお答えするにあたって、リバーサルエッジにはどんな特徴があるのか、そしてどういう駆け引きが発生するのかっていうのをもう少し詳しくお答えしておく必要があるんですね。まずポイントの一つとして、どのキャラクターのリバーサルエッジも共通なんですが、ブレイクアタックという攻撃をさばくことができない、まあ、これについては後で詳しくお答えしますね。で、次にリバーサルエッジは実は全てどのキャラクターも縦切りが出るようになっています。攻撃が出されたら何でもさばくことができるけれども、攻撃が来なかった場合は縦切りが勝手に出て隙をさらしてしまうというのがリバーサルエッジの、これ全キャラ共通の隙になっているんですね。アスタロスはその隙が大きい、まあ、いわば攻撃が来るか来ないかっていう読み合いをしているわけですけれども、でそこで出る縦切りの攻撃の当たるまでの速さ、これはキャラクターごとに違っていて、アスタロスは出るのが遅いんですね。それが一つキャラごとの違いということになりますね。で、あともう一つ、リバーサルエッジは相手の攻撃を受け流すんですけれども、相手の攻撃をストップする効果はないので、相手が連続攻撃を出してくる場合、どこで攻撃を止めるかというのも駆け引きとして発生するというのを覚えておかないといけません。じゃあちょっとゲーム画面で見てみましょう。例えばこれ、ソフィーが3発攻撃を出してくるというのをアスタロスが正しく読むことができなくて、2発目のところで反撃しようとして攻撃を食らってしまったという例ですね。でもアスタロスは最後までボタンをホールドしていれば3発全部さばいて駆け引きに持ち込むことができる。で、一方でソフィーティアがじゃあ2発で止めたら、でアスタロスがずっとホールドしていたらまた結果は変わってきて、じゃあちょっとお願いします、3発出すよと見せかけておいて2発で止めればアスタロスの攻撃をかわすことができる、まあ、こういう駆け引きも発生するというわけですね。今
ご説明してきたのが、どのキャラクターもまあリバーサルエッジとして共通して持っている部分なんですけれども、まあ、今回の質問としてスタートアップ、発生が、どのキャラクターも同じなのか、それとも個性があるのかというようなことに関して、まあ、ちょっとここからキャラクターごとの違いっていうところに注目してちょっと説明していただければと思います。そうですね、まずキャラクターのコンセプトとして、アスタロスはすごくパワフルなキャラクターでも攻撃が遅いというキャラクターです。で逆にソフィーティアは攻撃が軽い、隙が少ない、でディフェンシブな盾を持っているディフェンシブなキャラクターです。なのでこの2人にはすごく大きな違いがありますね。この結論から言うと2人ともその反撃を受けて攻撃するところの発生の速さというのは違います。アスタロスは攻撃が遅くて、ソフィーティアは攻撃が速いんですね。なんですけれども、その代わりにアスタロスはリバーサルエッジに持ち込んだ後の攻撃が全部強くって、ソフィーティアの方は持ち込みやすい代わりにちょっとリターンが低めのものが揃っているってところの差があります。これに関してはちょっと実機の方で見ていければと思います。ではまずソフィーティアのリバーサルエッジの発生が早いというところをちょっと実例でお見せしましょう。じゃあお願いします。アスタロスの攻撃をさばいた後にもうすぐさまソフィーティアの攻撃がヒットしているんですが、じゃあこれと同じようなことを今度アスタロスがやった場合にどうなるのかっていうのをじゃあ次にお見せしましょう。わかりましたか？アスタロスのリバーサルエッジは発生が遅いので、さばきに成功したとしてもその後避けられちゃうことがあるんですね。リバーサルエッジの駆け引きにアスタロスはちょっと持ち込みづらいというのが弱点になっている。攻撃をうまくさばいても当てられないことがあります。それはアスタロスのリバーサルエッジが遅いからです。ところがアスタロスのリバーサルエッジはヒットするとその後非常に大きなリターンを得ることができます。それをまたお見せしましょう。さあアスタロスのリバーサルエッジを当てて、さあこの後どういう駆け引きが起こるか。アスタロスが B を当てると吹っ飛んでいって落ちます。真ん中からでも落ちます。It's so scary. No, Astaroth was already scary before. Why would you do that? ところがアスタロスは先ほどもご紹介したようにリバーサルエッジそのものはなかなか相手に当てることができない。ここが一つアスタロス使いの腕の見せ所ということになるわけですね。もう一つ面白いのは、アスタロス確かに自分からリバーサルエッジの駆け引きに持ち込みづらいんですけれども、逆にアスタロスが積極的に攻めていくと相手は攻められたらついリバーサルエッジを打ちたくなってくるっていう風にした時に、相手がリバーサルエッジを当ててくるとはい来たって言ってアスタロスがリバーサルエッジから読み合いを仕掛けられるようになるんですね。なので本当にリバーサルエッジでお互いにこの駆け引きに持ち込まれるっていうのはアスタロスに対しては必ずしも決めたら有利とは限らないっていうところがあって、これも奥深さの一つになっています。 So we'veGone quite the depths of the reversal edge, yeah. And what is your impression? Oh, it's really depending on the characters and player's choices, the stage. It's all very deep, and it's going to take a lot of time to learn every character's possibilities. So I know that it will change a lot of things in the main Soul Calibur 6 gameplay.So I'm pretty sure all the competitive players don't even know about how deep it is now. So I'm glad that we get to explain here today about that. And even me, I'm like, oh my god. All the things I have to learn for this game, for every character, that's going to be like very impressive to do that. Okay, so we talked a lot about the reversal edge. There's lots of things we have to learn. But let's get into the next question. Next question is about the critical edge and soul charge. Mm-hmm. We had one question about this. How do you do soul charge and critical edge? Now, this answer itself is so simple. Yeah. But we want to go talk about more about maybe...You want to know more about the soul charge yourself, so... Do you have questions? So, yeah, let's hear what they want to talk. クリティカルエッジ、そしてソウルチャージは、どちらも戦っている間に、画面の上にあるソウルゲージというものが溜まってきて、
最大で2本ストックすることができるんですが、これを1本消費して出すことができる、試合の流れを変えることができるような大技です。クリティカルエッジもソウルチャージも使い方が上手になればそれだけ勝利が近づくというのはまず間違いありません。今ゲージは1本ずつ溜まっている状態ですよね。はい、この状態だとクリティカルエッジかソウルチャージかどちらかを選択して発動することができます。コマンドは非常に簡単です。 A と B と K の3つの攻撃ボタンを同時押しするだけです。しかもコントローラー操作、パッド操作であればデフォルトの配置では R2、 これを1回押すだけでクリティカルエッジを出すことができますし、後ろに入れながら R2 を押すだけでソウルチャージが出る、非常に簡単なコマンドで、特に練習をせずにこの大技を繰り出すことができます。で、クリティカルエッジは瞬間的に高いダメージを出したいとき、ソウルチャージはある程度の時間自分のキャラクターを強化してその長く持続する強化状態を使って相手を倒し切りたい時などに使うというふうに考えています。 So one point within the Soul Calibur 6 is that we made this with one button trigger. Yeah. I'm used to that because I also play Tekken. So I'm used to the Razor that is only one button. So it's very fastTo press that button to replenish with a critical edge. So it's very efficient to use that. But I'm wondering, how did you decide to make every critical edge for each character? Because the properties change depending on every character. Like Xiongfa is a very fast critical edge that punish many moves and that can be launched right after her special throw.And we have characters like Ivy or the Salaman that have auto DI behind it. And I'm thinking maybe the Salaman one is too strong because it's auto DI and it's also guard crush. So I'm thinking what is the risk for him to do it? Like, it's super powerful, I think. So how do you balance the critical edge for each character?クリティカルエッジの性能だけではなくて、今回ゲーム全体としてソウルキャリバー6を設計するにあたってまず一番最初に考えたことは、キャラクター一人一人のコンセプト、そしてそれらのコンセプトを全体として見た時にバランスよくいろいろな戦い方が含まれていて、プレイヤーがやりたいと思ったプレイングが必ずどれかのキャラクターで実現できるようにするということだったんですね。それはスピードタイプもいればパワータイプもいる、近距離で戦うキャラクターもいれば遠距離で戦うキャラクターもいる、そういった配分が均等に、そしていろんな遊び方が必ずどこかでできるようにするという一番最初の設計図、これをこの2人を中心に作ったというのがまず最初開発の経緯としてはあります。そしてクリティカルエッジの性能を決めるのはその延長線上の作業として行われました。クリティカルエッジの性能というのもそれぞれのキャラクターのコンセプトから導き出されている部分がとても多いです。シャンファの場合は普通にソウルゲージを使わずに戦っているとどうしてもダメージを高く出すことが難しくて、その弱点を補うためにリバーサルエッジをうまく使ってソウルゲージを貯めて、貯めたソウルゲージをソウルチャージやクリティカルエッジによってダメージに変換して弱点を補っていく、そういうような設計になっているんですね。で、一方でアイビーの場合、非常に遠距離が強いキャラクターで相手を近づけることなく倒すことができる、しかしその長所をうまく引き出すことができなくて敵に接近戦を挑まれてしまうとなかなか勝つことができない。クリティカルエッジにオート GI ガードインパクト性能がついているのは近距離戦を脱出するための手段として、ゲージをうまく貯めることができればそういう戦法を取ることができるよというふうに我々の方から提示しているものになるんですね。ザサラメールについてもどうですかね。そうですね、ザサラメールに関してはそのクリティカルエッジが相手を攻撃を防いでオートガードインパクトがついている技なんですけども、一方ソウルチャージとの兼ね合いがあって、ザサラメールのソウルチャージは相手を引き寄せて、で引き寄せてから積極的にこの下段と中段を迫っていくようなすごくオフェンシブなソウルチャージになっているので、代わりにクリティカルエッジの方がディフェンシブになっているっていう風な形で住み分けをしていますね。いや
I had trouble fighting against the Salamere because I, my character Xianfa is an offensive one, so I don't make a lot of damage except with critical edge. But the Salamere is, I think, very good. It's mid range and also close because he's very fast and he has a long range too. And I'm thinking when I have the chance to be close, I'm afraid of him using critical edge because he can't auto GI my moves. And that's what happened when I played against KDZ in a tournament in US. I was paralyzed standing in front of him because I was so afraid of the auto GI. So what would you advise for players like me that need to be close to the opponent? Help me. はい、タヤネさんが今まで体験会でプレイしていてザ・サラメールのクリティカルエッジがとても強くて、まあ、ちょっと困ってしまったというふうにおっしゃっていましたよね。ただここにももちろん弱点が存在しないわけではなくて、いわばザ・サラメールのクリティカルエッジはソウルゲージを使って非常に強いリバーサルエッジを出しているようなものだというふうに考えていただければいいんですね。攻撃を弾き返して大ダメージの反撃を与えることができますが、実際に攻撃が当たる範囲っていうのは非常に狭くて、横に回り込むことでザ・サラメールの背後を取ることが可能です。つまり攻撃を出すタイミングを読まれないような駆け引きをするっていうのが一つのソリューションになります。見てみましょう。ザ・サラメールが攻撃を出してくるときに、まあ、裏に回って例えば背後投げを決めることもできる。ザ・サラメールはソウルチャージした時も非常に強い技が出せるんですが、クリティカルエッジを選んでいるということはそのソウルチャージ技を出す権利をザ・サラメールが放棄しているということですね。それだけの選択をさせておきながら空振りに終わってしまえばザ・サラメールにとっては試合を組み立てるのが非常に難しくなる。こういったところに駆け引きのポイントがあると考えてください。 Is there time to react?実際には少し発生が遅いのである程度読んでいれば十分にかわすだけの時間があります。先ほど例に出たアイビーのクリティカルエッジとザ・サラメールのクリティカルエッジ、この2人のキャラはオート GI がついているという点では共通なんですが、アイビーは横切りなんですよね。で一方でザ・サラメールは非常に攻撃範囲が狭いので、この辺りにまあ付け込む隙があるということは言えると思います。あとすごくその基本的なお話をすると、ザ・サラメールのクリティカルエッジはそのオートガードインパクトがついてるけど攻撃が発生がすごく遅いのでコンボに使うことができないんですね。なので他の例えばシャンファだったら相手の攻撃に対してもアッパー決めてクリティカルエッジを発動すれば一気に大きなダメージを与えることができますし、相手の隙になる攻撃をガードした瞬間にすぐに反撃で使って大ダメージを与えることができる。でもザ・サラメールはそういった使い道ができないので、まとまって一気にそのダメージを与えるチャンスが少ないっていうのが一点ありますね。あとはザ・サラメールって今のところすごく強そうな感じがするかもしれないんですけれども、実はその結構いろんな技に隙があって、でなのにもかかわらずザ・サラメール釜を使っていちいち相手をこう引き寄せて、近距離キャラクターのシャンファを引き寄せて不利な状況をすごく作っちゃうんです。なのでもうちょっと研究が進んでくると、なるほどこういうタイミングでザ・サラメールに攻め込んでいけばいいのかってところは多分カエナさんなら見つけられると思いますよ。 OK、could you show us a little more variation of the soul charge? クリティカルエッジについては瞬間的に大ダメージを狙うのに使うというふうにご紹介しましたけれども、ソウルチャージはそれとは全く異なる、相手に直接ダメージを与えることはできませんが、一定時間自分のキャラクターがすごく強くなる、そういうチャンスの時間帯を作る攻撃、まあアクションとしてソウルチャージというのが設計されています。ソウルチャージを発動すると、まずどのキャラクターも攻撃力が一律でアップしてダメージが上がるという効果と、攻撃をガードさせるだけで相手の体力を奪うことができるという効果があります。そしてソウルチャージ中だけ特別な専用技が出せる、まあ、このあたりが大きなメリットですね。じゃあシャンファを例にしてソウルチャージするとどのぐらい強くなるのかっていう実例をちょっとお見せしたいと思います。まずソウルチャージすると、前系 BB ですね、この技が出せるようになります。発生の非常に早い中段で全部連続ヒットして相手をダウンさせるという攻撃です。空中コンボにも使うことができます。相手を近くに叩きつけるのでいつもとは違う置き攻めができます。
次に前々 B プラス KB という攻撃も出せるようになります。これも非常に強力な中段攻撃でダメージが取れますし、 8A ラン中の攻撃からのコンボとして使うこともできます。ソウルチャージして浮かせてからの追撃として決まったりもします。この辺りの攻撃はシャンファの低い攻撃力をソウルチャージで補うという使い方になっていますね。もう一ついい技があるのでお教えしたいと思うんですが、前々 A プラス B という技があって、これねガードさせてるだけで体力がめちゃくちゃ減っていきます。これガードさせてるだけで相手の体力がもう1割ぐらい飛ぶんですよね。しかも、ガードさせて先に動くことができます。確かに最終段は避けることが可能ですが、3発目をガードしてしまうともうその後はガードすることしかできないんですね。相手は3発目を避けるしかないんですが、そこに機能するのが構えを変更して攻めるというフェイントの使い方ですね。これもできるようになると非常に強力です。So I see that it's a very nice tool for characters like her that are offensive. But I also see players when they see the soul charge activation, they're just like keeping guard and waiting for the time to just pass. Like myself against Killik, when he turns evil, I'm like waiting for him to lose his life. So is other characters have options to stop the opponent to just keep it guard? Do you have any option that like a special troll? I know she has a special troll following when she's in soul charge, but do other characters have another tool against people that just guard? ソウルチャージすると、これは全てのキャラクターが得られるメリットですが、攻撃をガードさせるだけで相手の体力を減らすことができます。つまりガードをそもそもまあ許さないというか、いわばダメージの低いガード不能技のようになっているというふうに考えれば、ソウルチャージがいかに強力かということはわかると思います。まずガードを固める相手に対しては、例えば自分が先に動き出せるような攻撃を積極的にガードさせていくとかして、そうすればガードクラッシュもどんどん近づいてきますから、相手としては黙っているわけにはいかなくなってきますよね。じゃあシャンファの場合の特別な攻撃をちょっと教えてあげようかなと思うんですが、ソウルチャージして攻撃賞 B をちょっと出していただけますか。さあソウルチャージするとスタンス中の B がこれブレイクアタックになるんですね。普通だったらこの速さではブレイクアタックにならないんですが、ソウルチャージするとブレイクアタックになる。実はですね、このブレイクアタックガードさせるとですね、クリティカルエッジがつながるんです。ギャランティーズクリティカルエッジオンブロック Not many damage, but at the end of the round it's really goodYes. このゲームでは、全般的に縦切りの性能を高く設定しています。それは 8A ランで避けられてしまうからなんですね。で、一方で今回ソウルチャージして、例えば相手に押し付けてどんどん体力を奪っていくことができるような攻撃というのも、まあ、縦切りが多いで、そうすると相手はガードで固まっているわけにはいかなくなるので 8A ランするようになる。そこにどんどん横切りのランカウンターが機能するようになってきて、ソウルチャージしている側は攻撃を仕掛けやすくなるっていうようなメカニズムになっていますね。ちなみにソウルチャージした攻撃は全てガードでも体力が削られてしまう。実はここから逃れる方法があるんです。リバーサルエッジ。That's a good way. Okay.リバーサルエッジで相手の攻撃をさばけば、ソウルチャージのチップダメージを受けなくなります。つまりガードで固まっているよりも積極的に駆け引きに参加すれば生き残る可能性が増えるという設計になっているんです。ここで決めちゃうから。ただガードしているだけでは体力は削られてしまう。ところがリバーサルエッジでさばけばノーダメージ。
1発目と2発目は体力が減ってしまいましたけれども、3発目と4発目はノーダメージで終わっているのがわかるでしょう。ソウルチャージは実はもう1個すごく面白い使い道があって、それは何かっていうと、ソウルチャージを発動するとソウルチャージ中時間が止まるんです。タイムカウントが止まる。なのでもしも自分の体力が少なくって、で相手の体力が多くって、残り時間がもう5秒しかないっていう時、これもう普通逆転できないんですけれども、ソウルチャージすると時間が止まるので、そこから一気に時間を止めている間に逆転するチャンスが生まれるんですね。なのでこのゲームでタイムアップする直前になっても諦めないで済むんです、ソウルチャージを使えば。なので自分が最後どんな状況でも1本ソウルチャージを持っておくっていうのもすごく戦局として戦略として大事だったりするので、そこも含めてソウルゲージをどういうふうに活用するかっていうのを考えていくのはこのゲームにおいてすごく重要な意味を持っています。 OK、so let's get to the lethal hit questions、So the first question for lethal hit is, for lethal hit, would the conditionbe mentioned in character's move list, or are they supposed to be discovered by ourselves? What are the exact certain conditions to pull off them off, although different for every character? Now, this answer is going to be, I think, very short. Could you answer? リーサルヒットでどういう効果が得られて、でどの技で発生して、どういう条件で当てればいいのか、これは実はゲームの中に入っている技表に全て書かれています。製品版をお買いいただければ誰もが同じ情報にアクセスできますので、リーサルヒットに関して情報の格差が生まれることはありません。 OK, so the next question, how exactly do lethal hits work? How much extra damage does it incur? Are they contextual or move based?リーサルヒットは全ての技で起こるわけではなくて、対応技と対応条件っていうのがあらかじめ決まっています。でまずはそれを覚えて実戦で狙ってみるという楽しみをやってほしいと思います。でリーサルヒットを発生させると相手キャラクターだけがスローモーションで吹き飛んでいくので、例えばいつもと違うコンボを決めることができるとか、あとはリーサルヒットが発生するとソウルゲージが増えるという効果もありますので、そういった点でも積極的に狙ってほしいですね。例えば実際のリーサルヒットをキリクで説明しましょう。キリクは相手の縦切りを避けた時にすぐに繰り出せる縦切りで、まあ、浮かせ技があって、それが反撃に適しています。まあ、この攻撃は相手の縦切りをかわした時に入れるレギュラーな浮かせ技ですよね。でこの攻撃には実はボタンをホールドして発生が遅くなる、バージョンがあります。これ発生が遅くなって相手の隙を突くのがその分難しくなるんですが、相手の攻撃を空振りにうまく当てることでリーサルヒットが発生して非常に大きなコンボダメージが入るようになります。じゃあちょっとコンボを決めてみましょう。こんな感じでいつもの浮かせ技とは違う効果が発生して高いコンボダメージが得られるようになります。難しい課題にチャレンジすることでより多くのダメージを得ることができるようになる、いわばチャレンジとしてリーサルヒットを楽しんでほしいと思います。リーサルヒットは、まあ、ほとんどのキャラクターにこのような当てるのが難しいけれども成功すれば大ダメージが得られるというようなチャレンジの楽しみとして入れてあります。でゲラルトの場合、こちらはキャラクターの特徴を表現するためにリーサルヒットのバトルシステムを使っているところがあります。今度はそれを紹介したいと思います。ゲラルトはウィッチャーの、時でもそうなんですが2本の剣を装備しています。スティール、鋼の剣とシルバー、銀の剣ですね。原作のウィッチャーでは人間と戦う時には鋼の剣を使って、怪物を斬る時には銀の剣を使っていました。でこの設定をソウルキャリバーにうまく取り入れることができないかと考えた時に、ソウルチャージとリーサルヒットを関係させるというアイデアを考えました。ソウルチャージすると全てのキャラクターが怪物のように強くなります。そのソウルチャージした相手が攻め込んできた時にシルバー、銀の剣で立ち向かうことによってリーサルヒットが発生する。ゲラルトはそのようなキャラクターとして設計しています。おー、
Ah, that's so nice. Because I'm such a big Witcher fan, and in every gameplay of Geralt, everybody in YouTube comments are like, he's not using his silver sword. That's a shame, and blah, blah, blah. And then now I see that you talked about it, and I'm so happy. We just didn't discover that yet. And, oh, we didn't use it because we didn't know. So now we know it, and that's such a good fan service thing. Thank you. Let's see. そこでじゃあちょっと攻撃をお見せしますね。まず AA や BB をちょっと出してください。ゲラルトが普通に出す AA や BB はこのようにオレンジ色の軌跡が引かれていますよね。これは、鋼の剣で攻撃をする時の、まあ、エフェクトになります。で一方で、後ろ B ですね、これを出すとこれは青い軌跡が出ていますよね。これは銀の剣を振っているということを表しています。で後ろ B をちょっと当ててみてください。普通ですとダウンを奪う、まあ、こういう縦切りになっているんですが、ここでキリクが怪物になるとですね、銀の剣の効果が上がってリーサルヒットが発生してコンボを決めることができます。Is it against Kirik specifically? 全てのキャラクターのソウルチャージに対して効果があります。例えばマキシであったりボルドであったり、相手が誰であってもソウルチャージしている相手に後ろ B を当てるというのが条件になります。 Amazing, right? Amazing. I mean, yeah, every time I talk with Osaka about these battle systems, he thinks so deeply. Yeah. Yes. Yeah, you could have made little hits for every monster in the game, like Voldo. Voldo, Astaroth, Nightmare. That would have been awesome.But also to not balanced at all. But 一番最初に、ゲラルトをゲストキャラクターとして作成させていただけることになった時に、我々が一番最初に考えたことは、2本の剣をどういうふうに使い分けるのが一番面白いだろうかっていう課題だったんです。でその時にもちろんかやねさんもおっしゃっているように、ナイトメアにだけ銀の剣が効くのはどうだろうっていうふうに考えたことがあったんですが、そうすると例えばエボであったり他のいろんな大会であったりでゲラルトを使うプレイヤーが出てきた時に、まあ、練習した成果を対戦相手によっては活かせないということになってしまいます。せっかく作ったキャラクターの魅力がみんなが注目する大会で発揮されなかったら、それはとてももったいないことなので、このようにキャラクターごとのストラテジーに対して銀の剣と鋼の剣が関係する、そういう仕組みにしてみたんです。So, every time I do a, you know, question, yeah. he just replies like that. He was like, oh, I was waiting for that question. Oh, yeah. yeah. And we already thought about that, blah, 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 blah. Osaka is ready for everything. The game is so developed. I'm River River Solage.Critical Edge, different use for each character, and then we have a little bit conditions. It's so amazing because when I've read some conditions for the characters, when you have to fight a character, you have to know every little bit move to understand how the player wants to play. So at first, when I played against Kilik's player, I didn't understand why are they doing 1A so much times.But now I know it's because the fourth one is going to be Letalet. And knowing that, it changed my mind to know how to play against the players. And depending on their characteristics, I have to know the best reversal edge options for them. I have to know all their Letalet moves. So for sure, we have to spend so much time on the game to be the strongest. And that'sSo much knowledge to have, and at first I thought like my character Xiangfa looks so much like Soul Calibur 4, but with all these Soul Calibur 6 mechanics, there's so much more to know. So I'm so excited. Thank you so much for all the work, and that's amazing. Okay, we talked a lot about the battle systems. Yeah, that was so interesting.
So is there anything you want, left for your side to talk about the battle systems? そうですね。もう我々2人とも聞かれればいつでももういくらでもお答えしたくって、まだまだお話したいんですけれども、全部やっぱり話しきれない。でもですね、ソウルキャリバー6には実は今回ミュージアムの中で戦術指南書っていうものが入ってます。でその中にはもう各システムに関して今お話ししたような内容っていうのは結構もう大体書かれているっていうところになっていますので、バトルに関する知識を深めていきたいプレイヤーの皆さんは実際にゲームを買って戦術指南書を読んでいただければ、キャラクターの簡単な使い道とか、それからそうですね、その全体的な戦術とか大体フォローしています。なのでぜひそういった戦術指南書を読んで、さらにプレイングのスキルを高めていってほしいなと思います。 So who write that? 大阪さん Did you write that much? 二人で書いてます。 That's why he's on PC all the time. Yes. はい、wow. 僕は昔、攻略本を書くのが仕事だったので、ソウルキャリバー6の開発チームに加わってこれを書くことができて本当に嬉しいです。僕もソウルキャリバー2の攻略本とか書いていましたね。 That's so perfect then. 攻略本がもうまんまゲームの中に入ってるっていう感じですよね。 That's amazing. Okay, we talked a lot and thanks for your time. I think it was helpful and helpful for everyone who's watching this video. Did you enjoy? I enjoyed a lot. I learned a lot actually with you guys. I'm very happy. I can't wait for the game to be released. And I'm so frustrated every time I see anyone playing and I'm not there. So I just want the game to be here. Okay. At my home. Well, very soon. It's going to be very soon. Very so Soul Calibur 6 will be launching on the 19th of October on PS4, Xbox One and PC. Please stay tuned. There might be other news coming. I'm counting the days. Well, thank you very much. Thank you so much, yeah. Okubo-san. And, thank you, everybody. Thank you so much, everybody. Thank Wave you. Wave your hands. Thank you.